Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu. I'm your host, Yukari Kunisue. And today in the studio, we invited Miss Marie Hayes. She's a hula dancer, hula performer, and teacher, and model. 皆さん、こんにちは。Honolulu のダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、伝統的フラをパフォーミングのフラとしても伝え、またフラスクールも経営されているモデルのマリ・ヘイズさんにスタジオにおいでいただいています。マリさん、今日お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。なんかいろんなことをやられてるという感じで。そうですね。はい。今は一番何が中心なんでしょうか。中心は、はい、もうずっとフラなんですけれども、うん、フラを踊るというフラですか。そうですね、基本的にここに来たのは、うん、はい、学生時代にフラを習いに来たんですけれども、はい、日本からフラを習いに来た。そうです、はい、大学に通いながら、はいはい、パートタイムで通いながら、うん、フラも習ってたんですけど、はい、そこで、うん、昔ナバテックってあったの知ってます？アトランティス的なところ、はいはい、うん、今もうなくなっちゃったんですけど、はい、この前もニュースで出てたんですけど、うんうん、それ の, プロデューサーにスカウトされて、はい、でそこからプロの道が始まり、はい、今やホテルとかもういろんなところで踊らせていただいてるんですけど、はい、なるほど、うん、はい、踊るのが中心であると同時に、うん、やはりでもフラを伝えるということで教える方もやってらっしゃるんですよね。そうなんですよ、はい、せっかくクムフラの資格を取らせていただいたので、はい、基本的に日本校がメインで、うん、はい、パパフラジャパンという学校をやらせていただいてるんですけど、はい、パパフラジャパンですね日本であるフラの学校だそうです。はい、でやらせていただいて、はい、でこちらのハワイでは、うん、グループとか、はい、個人的なプライベートレッスンを、はい、うん、提供させていただいています。なるほど、はい、そのパパフラですねパパフラっていうのはなんかハワイ語だと思うんですけど、はい、どういう意味があるんですか。パパフラは、はい、よく払うなんちゃらかんちゃらっていうのを払うって聞きますね。聞きますよね、はい、学校っていう意味ですね。学校なんですけれども、はいはい、それよりももっとカジュアルな感じで、うん、フラークラスみたいな感じなので、うん、はい、うん、もっとカジュアルにフラを伝えていきたいっていうのが私の趣旨なので、あ、はい、うん、あんまり堅苦しくない。なるほど、うん、で先ほど組むっていうふうにおっしゃってはい、ハワイに住んでる私たちは組むぐらいは分かるんですけど先生っていう意味ですよね。 はい、でもそのフラの世界ではその組むってつくとやっぱりちゃんとしたなんか伝統的な先生じゃないと勝手にそんな組むって言っちゃいけないんですよね。本当はね、はい、よくなんか日本ではもう先生イコール組むみたいに呼んじゃってるみたいなんですけど、はい、本来はやっぱりちゃんと自分の組むからウニキというのを受けて、ウニキだそうです皆さん、ウニキです、はい、でそれを受けてから、はい、組むフラとして認められるのが正式なやり方であると、うん、そうです。で、マリさんはそのウニキというものを受けている組むなわけですよね。そうです。でそれっていうのはなんかこう受験勉強みたいな感じでしなくちゃいけないですか。もうね、本当に大学以上に勉強して、はい、胃に穴を開けながら勉強したんですけど、胃に穴が開いてしまったニコニコしているフラではありますが実は穴が開いていたという、はい、もうね、うん、本当に勉強しましたね。うん、何の勉強するんですか。その勉強とおっしゃると、もう曲、現代フラ、古典フラ、うん、で歌の意味、裏意味、歴史、うんうん、本当にオールマイティに全部勉強した感じですね、うん、はあ、でその準備にはどのぐらいかけたんですか。もうだから本当にその学生、うん、こっちで学生をやる前から私の組についてたんですけど、はい、そこからずっとやってるのでもう20年近く、うん、20年今、はい、もう20年近くな、もう2000年
ちょっと前から来てるんですけど。じゃあ僕のぐらいの時から始めたんですね。あ、そうです。はい。はい、そうなんで、うん、もう今20年近くになりますね。うん、じゃあその勉強するそのうんって胃には空いてると鼻が空いてる期間はやっぱりこう受験勉強期間みたいな感じで頑張って勉強したんですね。あのもうでも最初はね本当に普通に、うん、フラを習ってる一生徒だったので、うん、プライベートで習って、はいはいはい、ずっと習ってる生徒だったので、うん、別に普通に楽しく勉強してたんですけど、うんはい、でもやっぱり受けてみないかって言われた後から真剣に、はいはい、心構えが変わったんですね、そこでね。でその楽しくフラをするっていうのも大事だというふうに最初におっしゃったし、はい、そういうふうにも伝えていきたいけれど、はいね、じゃあご自分がそこまで伝統をきちっとやってみたいと、うん、学びたいと思ったそのなんかこう転換っていうのは何だったんですか。転換ですか、うん、やっぱり本当にうちのクムに声をかけていただいたのがきっかけですね、うんうん、それまでは本当にただ単に趣味でやっていたので、うんうん、でまあプロダンサーとしては働いてましたけど、うんはいうん、そこまで真剣に、うんうん、勉強しようとは思ってなかったのでやっぱり組むの一声が、はいうん、やっぱり認められたみたいな感じがあったんですね。そうですね、やっぱ本当に嬉しかったですもんね、うんうん、でそれからもう20年とおっしゃいました、はいはい、ずっと踊り続けて今でもまだ定期的にハワイのホテルワイキキのホテルとか、はい、先ほどおっしゃってたの空港でもそうです。はいはい、空港はどのぐらいの期間で何日ぐらい行ってらっしゃるんですか。空港はね、はい、今は週 1,2 回なんですけど、はいはい、じゃあ皆さんハワイにいらっしゃって空港に着きます。そしたらまずマリさんが、踊っているところを見てからワイキキに行ってください。でまた夜になるとワイキキに行ってみていただけるという感じですね。はい、で、その学校もやってらっしゃってそれは日本にあると、はい、そうです。でハワイに来た方には意外とプライベートな感じで楽しんでいただく そ,、ね、そんな感じでやっている、はいはい、クラスを持ちたくないので、うん、ハワイでは、うんうん、なので、はい、プライベートとか、はい、グループレッスン、はいうん、イベントだったりウェディングだったりそういうので。なるほど、うん、日本はどこに学校があるんですか。日本はですね、はい、東京渋谷区港区、うんはい、青森、はい盛岡、はいはい、かな各地にあるんですね、はい、なるほど。じゃあその地区に近い方はぜひそしてフラが興味がある方は行ってみてください。はい、でマリさんはそのフラの先生とパフォーマンだけでなく、モデルさんもやってらっしゃると。 そうですね、それはこう基本的にはフラのモデルをやってるんですか。それもありますけれども、うん、もう若い時にモデルをやってて、その、はい、日本のコネクションもあり、うん、そこからお仕事をいただいたり、はいうん、ハワイの、まあ、エージェントの方からもらったりもするんですけど、はいうん、そのモデルの生活っていうのはなんか私の全然世界が違うのでどういう生活なのか想像すらつかないんですけど、やはりこういつもすごく綺麗にしていて、こうお化粧をピッとしてるっていう、そういう生活なんですか。いや全然ですよ。食べ物に気をつけるとか。全然らないように。もう全然昔は若い頃は、はいうん、ちゃんと自分でけじめをつけてやってたんですけど、はい、今はね本当に、うん、そんなにまあいいお仕事が来ればやらせていただいてるぐらいなので、はいはいうん、そのひっちゃきになってモデルっていう感じはない。全然ないです。うん、なるほどなるほど。じゃあちょっとここで、はい実際にやってらっしゃるところのお写真などを見せていただこうと思うんですけど、はい、Let's take a look at pictures of Marie's performance。はい、これはですね、うん、美しいですね。この洋服も美しいですけど洋服って言っちゃいけないね。あろうん、ムームですね。はい、モアナサーフライダーホテルというホテルで、はいうん、ずっともう長年踊らせていただいて、もう2002年からやってるので、2001年、じゃあもう17、18年、うん、そうですね。なるほど、ね、これはじゃあ何曜日に行くとマリさんが踊ってるのは見れるんですか。私は今はですね、はい、金曜日ですね。金曜日、はい、はい、ハワイにいらっしゃる方、これから行こうかなと思っていらっしゃる方、ワイキキのモアナサーフライダーで金曜日に何時からですか。金曜日から、あ、金曜日じゃなくて、5時半から。5時半から、結構早いですね。はい。はい、わかりました。Next one, please.
あれ、これはハワイではないけど、ね、ハワイの人がいるという。これはね、日本なんですけど、はい、去年かな、去年のお正月に、はい、フラマイっていうのにゲスト出演させていただいて、真ん中にいらっしゃるのがそうです、赤いやつですね。はい、はい、でうちの生徒も一緒に踊らせていただいて、じゃあ後ろにいらっしゃるのがそのパパフラの生徒さんたち、はい、そうです。あ、じゃあ発表会もあって兼ねてみたいな感じですか。そうですね、日本だとやっぱりプロとして踊るっていうのがなかなかないでしょうね。ないですね、はい、なので、うんうん、やっぱりこういったイベントで踊らせていただいたり、なるほど、保育っていう発表会をやったりとか、はい、新しい言葉もう覚えてますけどメモメモ、はい、と next picture please。 あれ、これは何なんですか。なんかそっくりさみたいなのがいますけど、そうです、はい、これはエルビス賞ですね。エルビス賞ってどこで何があったんですか。これね、ハワイで、いや全然ハワイです。で、私のエルビスさんの隣にいるのがノヘラニシープリアノっていう、はい、ここの結構今でも活躍なさってると思うんですけど、はい、うん、歌手の方で、はい、うん、で歌を歌う方ですね。そうです、はい、その方のショーでエルビスさんと、うん、はい、うん、なるほど、はい、マリさんは、画面の右から2番目のところにいらっしゃいますね。はい、はい、Thank you. Okay, let's move on to the next picture then. あれこれはまた全然変わったところにいますが、後ろに見えているのはキャピタルですね。キャピタル DC のワシントン DC ですね、はい、なんかちょっと場違いな感じがありますけどハワイの綺麗どころがなぜかワシントンに登場そうです、ね、これはどういった、イベントで行かれたんですか。ですね、これは、はい、アメリカンキャンサーソサエティのイベントで、はい、キャピタルの前で、はい、ショーをいろんな方がいらっしゃってショーをやったんですけれども、はい、うん、ダンサーはねほとんどみんなタイトル保持者の方たちで、はい、うん、ありがとうございます、はい、また後半にもちょっと写真見せていただきたいんですが、はい、今そのキャンサーソサエティっていう話が出ましたけど、はい、それをその後半にもう少しお話ししていただきたいと思うんです、はい、がんとの関係ですね、はい、そしてそのプロジェクトをやってらっしゃるんですよね。ちなみにそのプロジェクトのお名前は何ていうんですか。エンジェルウィングプロジェクト、エンジェルウィングプロジェクトという、はい、プロジェクトをやってらっしゃるということで、これはやっぱりがんになられた方をサポートするような。そうです、はい、うちのね父と兄をがんで亡くしているので、はいはい、ちょっと何かやりたいな、はい、本当にわずかですけどね、うん、うん、サポートができればなと思って、はい、オリジナルのデザインのこのパレオ、はい、パレオですよ、パレオ布です、はい、さっき覚えたばっかりの言葉、はい、そうパレオを作って、でその収益もうコストを引かせていただきますけど、はい、収益を全部、うん、がんの機関に、うんうん、ということで、はいはい、じゃあその続きはですね、またちょっと休憩をいただいてからお話し続けてお話を聞きたいと思います。日本語でお届けしています、こんにちはハワイ、ここで休憩をいただきます。こんにちは、ハワイ。Japanese series and Think Duck Hawaii. We are taking a short break here. We'll be right back. Aloha. My name is Mark Shklov. I am the host of Think Tech Hawaii's Law Across the Sea program. My program airs every other Monday at 1 o'clock on Think Tech Hawaii. Most of my programs deal with my own life and law experience. Recently, I interviewed Alex Jempel, who I have known for over 30 years.About his voyage across the sea as a lawyer from Tokyo to Hawaii. Those are the type of stories that I like to bring and like to talk about. Human stories about law and life. Aloha. Aloha, I'm Melly James, host of Let's Mana Up. Tuesdays, every other Tuesday, from 11 to 11:30. This show is meant to dive into stories of local product entrepreneurs and how they're growing their companies from right here in Hawaii.I'm so thrilled to have our show kicked off. And so please join us on Tuesdays at 11 o'clock as we talk to local entrepreneurs and hear their stories.
We're back from break. I am Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii. Today's host, today's guest is Mari Hayes in the studio. ライブでお届けしております。Think Tech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日はクムフラで、かつ伝統とエンターテインメントのフラをバランスよく提供していらっしゃるマリー・ヘイズさんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、休憩前にちょっとそのプロジェクト、エンジェルウィングプロジェクトについてお話をしていただいて、はい、お父様とお兄様、がんで亡くされた。そうなんです。お兄様もですか。はい。若かったんじゃないですか。そうですね。ま、3年前だったので、はい、まだ若いですね。じゃあがん系統のこれ家族なんでしょうか、ね、そうなんですかね、はいはい、でその寄付をお金を、うん、まあ、なんかも商品を売ってパラオというパレオ、パレオ、パレオ、まだ覚えてないですパレオを売って、はい、その、まあ、全部ではないけれど差し引いたものをそういったがん患者さんをサポートする団体に寄付をしている、はい、そういうプロジェクトなんですね、はい、We're going to take a look at this picture right hereこれですね、はい、あのちょっと分かりにくいですけど美しい方が後ろ向いてますあの皆さん着てらっしゃる、はい、そうです、 あれがパレオ、パレオです、パレオだそうです、うん、一枚の生地なんですけど、でそのお尻のところを皆さん見てください、お尻にWhat can you see? って感じですね、お尻じゃなくて背中ですね、背中ですね、あそこにあの見えるのがウィングです、ね、あ、そうですですね、はい、はい、でここに座ってるのがマリさんですか、そうです、はいはいでマリさんが始められた活動なんですね、はい、で今どのくらいの方が参加してらっしゃるんですか、どのくらいの方っていうか、あの買っていただいた方は結構いらっしゃって、うん、あとあのドネーションをしたいっていう方もいらっしゃって、うんうんうん、で今あの、まあ、ちょっと年ごとに、うんうん、集計してそれを寄付したいなと思ってるんですけど、なるほど、はいはい、じゃまだ引き続きあの続いているプロジェクトですね、うん、まだ全然続いてます、はい、なんでエンジェルウィングなんですか、そうですね、 あまり大した意味はないんですけど、はい、個人的にエンジェルが好きなので、はい、私クリスチャン で、はい、うん、でエンジェルが好きなので、うんうん、なのであのエンジェルウィングをもとに、うん、あの日本人のデザイナーの方なんですけど、はい、うん、あのデザインをしていただいて、はい、うん、オリジナルで作らせていただいた、じゃあその、 あの布をパレオですね、はい、パレオをこうやるとここにこういうふうにウィングがついてるんですね、そうですね、なるほど、はい、なんかもしあの興味がある方はぜひ購入していただいてがんの方のサポートに協力していただければと思います、はい、それではですねちょっとあの方向を変えたいんですが、はい、マリさんは日本生まれ、はい、日本育ち、そうです、そして今はここで住んでいらっしゃる、はい、ですよね、そうです、で、まあ、フラがあってここに来たと、はい、いうことだと思うんですけれど、はい、で日本とこう続いてるわけですね、はい、でいろんな形で皆さんにアピールして、例えばブログもやってらっしゃる、はい、とか DVD も出してる、そうですね、はい、それからラジオなんかにも出ちゃったりする、はい、でこういろんなことをやってらっしゃって、で何が自分でこう何て言うか訴えたい、皆さんに伝えたいことなんでしょうか、そうですね、結構日本人の方ってあのやっぱり世間体を気にしたりとか、うん、人の目を気にしたりする人種だと思うんですね、はい、はい、皆さん聞いてますか人の目を気にしてますかと思うんですけど、あの、はい、そういうのをもう何も気にせず、はい、Be yourself で Be yourself、はい、うん、で本当にありのままの自分で、うん、やっぱりあの好きなことをやり、うん、ね、うん、好きなことをあの仕事にしたりとか、うん、まあそれはね、うん、あの可能不可能があるかもしれないですけど、はい、あまり型にはまった生活をしないで楽しく生きてほしいっていうのを、うんうん、あのやっぱりうちのパパフラでも、はい、フラを伝える際に、うん、あの角度を気にしたりとか、はい、なんか笑顔とかいうフラじゃなくて、で笑顔って言うんですね、日本で言われてたんですよ、私も、はい、笑いニコニコしなさいみたいな、そうするとなんかね引きずった笑いになっちゃうだから自然にちょっと間違えてもその時にできる笑顔とかが素敵じゃないですか、自然に出てくる ね、そうそうそう、楽しいから笑 う、はい、だからそういうフラをやってほしくって、うん、やっぱりあの個人の
なんていうんですか、ユニークさを消さないフラを伝えていきたい。伝統はもちろん大事にするし、もちろん、はい、勉強もするけれど、はい、そのこう抹消の一番大事でないところにあまりこだわらない。そう。で、それを伝えていくっていうのはやっぱり何、やっぱり教えることですかね。そうですね。やっぱり基本ね、あのうちの生徒にはハワイに来るように、なるべく、はい、っていうのはやっぱりこの自然を感じて、やっぱり海を表したりとか、はい、風を表したりとか、はい、風はこうですよ、皆さん。風ね。こうですよ。なんか素人なんでも、はい、そうだからやっぱりお花見てお花を作ったりとか、はい、やっぱそういう表現力をね、養ってもらうのに、やっぱりこういう自然を見て踊らないと表現できないじゃないですか。なるほど。そんな写真見て、はい、ね、だからなるべくね、みんなには来るように、進めてはいるんですけど、なんか今おっしゃったことでね、はい、あのやっぱりこう楽しんでやってもらいたい、それから型にはまらないで、でハワイの実際にこうフラをやってらっしゃる、もう本当にその学校かなんかでやってる人たちを見ると、こんなに大きなとおばあちゃんがこういうなんかお花のあれをつけてそんなもうなんか見るからにフラダンサーっていう感じじゃないけども、とっても楽しそうに踊ってらっしゃいますよね、はいはい、もう音楽にもこうなんか体が動いてるっていう感じ、あんな感じを言ってらっしゃるんでしょうかね。そうですね。だからもう本当に、なんていうのかな、間違えちゃいけないとか、そういう頭をどっかに捨てて、はい、言うは安くですがフラを楽しんでほしい、基本的に、はい、でそれはマリさんが自分がこうフラを学んできてパフォームしてきて、それっていうのはやっぱり自分が日本で育ったものを、どっかでそういうふうに変わったんですか。そうですね、自分なりに。そうなんですよ。あの日本のフラで実は私も習ってたんですけど、あのやっぱりすごい型にはまったフラを強要されるので、でそこから大会に出て、こちらの払うの方のおば様とかが、はい、踊ってるのを見て、はい、あ間違えちゃったみたいな、はい、なんかそういうのがすごい素敵で、はい、あやっぱこっちに来て習おうと思って、間違いもなんかフラの一部みたいな感じでしょうか。一部じゃないですけど、でもやっぱり、あの人間だから間違うこともあるし、はい、そんなあの細かいことをね、なんていうの、いちいち気にしてても仕方ないので、だからそれをなんていうの、あのあまり気にしない、小さなことにあまり気にしないで、楽しくやっていってほしい。なるほど、うん、とは言いつつもですね、はい、あの例えばメリーモナクとか行くともうみんな完璧ですよね。そうですね。完璧ですよね、あれはもう何年、だからやっぱりね、はい、あの競技フラって言っちゃ悪いのかな、なんかあのコンペティションになってしまうとやっぱり何かしら、はいはい、あのそういう方が出てくると思うんですね、どこの払うでも、はい、だから私はあのやっぱりエンターテインメントのフラを伝えていきたい派なので、ただ本当に楽しく見せるフラ、魅了するフラ、なるほど、あの魅力の魅という字ですね。そうです。見せるフラ、で自分が見せられていないと見せさせてあげられないっていうことなんでしょうか。フラも人間性が現れてしまうので、やっぱりあの中身から、ね、じゃ自分がリラックスしてそれを相手に伝える そんな感じでしょうか。そうですね。あのじゃあマリさん、本当にいろんなことやってらっしゃる方なんですけどあのまだ何かあるんですか、これから何かやってみたいなとか、まだやってない部分とか。そうですね、はい、これからはやっぱり、あのもう自分が、結構あのフラの自分の中でね、あの達成してしまったので、はいはい、あのゴールはね、はい、だからやっぱり自分のフラを伝えていきたい、自分の生徒たちを本当に育てていきたいので、なのであのうちのインストラクターたちもそうですし、はい、生徒たちもそうですし、はい、やっぱりあの私が伝えたいフラを、もうちょっとあの私もなるべく日本に行って伝えていこうかなと思っています。なるほど。でも日本でも今広がってるわけですよね。東京だけじゃなくて、森岡でしたっけ、森岡、仙台、青森、はい、じゃあその学校も例
例えばもう少し増やしていきたいとか。そうですね。他の国とかも考えてらっしゃるんですか。他の国は、うん、はい、あのアプローチされたりとかはしてるんですけど、ちょっと今、はいはい、今が心地よかったので、はい、それも大事ですよね。そうなんですよ、うん、ちょっとまあそのな、うん、まだどうしようかなっていう状況ですけど、うんうん、じゃあ生徒さんを教育する、また今おっしゃってましたけど、はい、インストラクターの方も要するに先生も教育してらっしゃるわけですよね。 そうです。そこも結構大事ですよね。そうです。伝える人が増えれば増えるほど、はい、そのもっと裾野が広がっていくというかね、はい、それはなんかとっても大事なポイントかなと思いましたけど、はい、じゃあ最後にですね、この、マリさんのパフォーマンスを見たい方、それからマリさんと直接コンタクトを取られたい方、はい、ちょっと最後にお見せしますけれど、例えばモデルにあのリクエストをされたい方、どういうところをにコンタクトをすればいいのか、ちょっとお話ししていただきますが、その前にお写真を、はい、Let's show the last picture here。 はい、ハワイですね。これはなんか10代の娘に見えますが、はい、フラに囲まれて、後ろに見えるのはダイヤモンドヘッドでしょうか。そうですね。はい、Thank you very much。 はい、じゃ あ, 少しお話をしていただいていいですか。どうやって検索をすると、はい、マリさんが見つけられますか。そうですね、ウェブサイトで、はい、マリヘイズ .com、はい、うん、ヘイズはスペルが HAYES、はい、ですね。あとブログとかを読みたい方は、ブログはですね、はい、最近ちょっとあまりやってないんですけど、はい、はい、なので、はい、あのウェブサイトに行っていただいて、はい、うん、情報が結構出てるので、はい、そちらで、うん、見ていただければ、はい、でもなんかフラシャックって言うんでしたっけ、はい、もうありますよね。あれはブログサイトですか。フラシャックはね、うん、こちらで活動させていただいている名前なんですけど、あ、はい、なるほど、そのプライベートとか。そうです。あ、なるほど、はい、それもあるそうですのでよろしくお願いします。はい、はい、それではそろそろお時間が来たようです。マリさん、今日は楽しいお話をあっという間でしたけどありがとうございました。はい、 Okay, we are out of time. Mary Hayes, thank you very much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I am your host, Yukari Kunise. See you next time.